ネルソン・トラスラー・ジョンソンネルソン・トラスラー・ジョンソンはアメリカ合衆国の外交官。1887年4月3日、ジョンソンはワシントン DC のイーストキャピタル・ストリート一丁目にあった長屋で誕生した。父親はインディアナ州出身の弁護士ジェルミア・ジョンソン母親は同じくインディアナ州出身のサロメ・トラスラーであった。ジョンソンは オクラホマ州のニューカーお及びキルデアで若年期の多くを過ごした。その後ジョンソンは指導ルフレンズスクールを卒業するためワシントン DC に戻り、ジョージ・ワシントン大学へ進学した。ジョンソンはデルタ・タウ・デルタに参加した。ジョンソンは大学1年生の時、居住地をオクラホマ州に移して外交官試験を受けた。ジョンソンは外交官試験に合格し、 オクラホマ州を出身州として外交官への任命を受諾した。ジョンソンは政府内において青年期を過ごした。ジョンソンは中国を中心とする極東地域を担当した。ジョンソンは国務省において見習い通訳官を経て領事館管理となった。ジョンソンは1914年に上海領事館で副領事、1916年から1917年に 調査領事館で領事を務めた。そして1925年に極東部の部長となった。ジョンソンは1927年から1929年まで国務次官法を務め、1929年に中中華民国公使となった。ジョンソンは1935年に同大使に昇格し、1941年まで同職を務めた。ジョンソンは国務省で 極東担当部長に就任して以来、アメリカの対中政策についての立案を担当し続けた。ジョンソンは、カルビン・クーリージ政権、ハーバート・フーバー政権、フランクリン・ルーズベルト政権の対中政策に影響を与えた。ジョンソンは、アメリカの利益に反しない、範囲内で、可能な限り中国の主権回復をするよう主張した。中中国公使在任中、ジョンソンは、 ジェーンオーガスタ・ワシントン・ソー・オントン・ベックと結婚した。ジェーンはワイオミング州の開拓者、ジョージ・ワシントン・ソー・オントン・ベックの娘であった。二人は北京において挙式をし、1931年10月10日に天津の合衆国領事館で手続きを行った。ジョンソンは1933年に週刊誌タイムの表紙に取り上げられた。 ジョンソンは1954年12月4日にワシントン DC で死去した。ジョンソンの遺体はワシントン DC のロッククリーク墓地に埋葬された。ありがとうございます。